本日9時39分ごろ北朝鮮西岸より弾道ミサイルが発射され約40分間視聴し日本海の我が国の排他的経済水域内に落下したとみられますなお現時点において付近を航行する航空機や船舶への被害報告等の情報は確認をされておりません総理には 本件について直ちに報告を行い、情報収集、分析に全力を挙げ、国民に対し迅速的確な情報提供を行うこと、航空機、船舶等の安全を確認、徹底をすること、不測の事態に備え、万全の体制をとること、以上3点について指示がありました。また政府においては、 聞き機管理センターに設置しております、北朝鮮情勢に関する官邸対策において、情報を集約をするとともに、緊急参集チームを招集し、対応について協議をいたします。さらにこの後国家安全保障会議を開催をし、情報の集約、および対応について協議を行います。 今回の弾道ミサイルの発射は航空機や船舶の安全確保の観点から極めて問題のある行為であるとともに安保理決議等への明白な違反でありますワン国としてはこのような北朝鮮による度重なる挑発行為に断じて容認をすることはできず北朝鮮に対し厳重に をを行い強く非難ししました引き続き情報の収集分析に全力を挙げ、今後追加すして公表すべき情報を入手した場合には速やかに発表を行います。以上です。